デュアリパとヒラノシウ、グローバルなアーティストがファッションと音楽の融合でパリを魅了。昨夜、パリで開催された YSL ビューティーのエキサイティングなイベントには、世界的なアーティストであるデュアリパと、日本からのアイコン、ヒラノシウが華やかに登場しました。彼らの共演は、ファッションと音楽の融合を象徴し、コミュニティ全体にインスピレーションを与えました。デュアリパは、 1995年にイギリスで生まれ、YouTube に投稿したホームミュージックビデオからキャリアをスタートさせ、その後、ワーナーミュージックグループとの契約を果たし、シンガーソングライターとしての地位を築きました。彼女の才能は6つのブリッドアワード、3つのグラミー賞、そして2つのギネス世界記録など、多くの賞によって称えられています。デュアリパ、この名前は今や音楽シーンだけでなく、ファッション業界でも輝きを放っています。 彼女のキャリアは14歳の頃に YouTube に投稿されたホームミュージックビデオから始まり、その後、ワーナーミュージックグループとの契約を経て、シングルのリリースや様々な賞の受賞を経験してきました。一方、平野志陽は日本を代表するアイドルであり、その存在はアジアだけでなく世界中で称賛されています。彼のダンスの才能やファッションセンスは、若い世代に強い影響を与え、彼のファン層は着実に拡大しています。 2024年、デュアリパは YSL ビューティーの新たなアンバサダーに選ばれました。これは、彼女が香水ブランド YSL ボーテの国際代表を務めていた経験を踏まえ、新たな役割で現代的な女性らしさをさらに際立たせるものです。彼女の存在は、単なる広告塔に止まらず、社会的な影響力を持つ女性のシンボルとしても注目されています。一夜限りのパリでの共演は、 世界中のファンにとって感動的な瞬間となりました。彼らの姿はまるで花が咲くような美しさで、その存在感は会場全体を魅了しました。彼らが共に立つ姿は、異なる文化を持つファンにとっても一体感を生み出し、コミュニティ全体にポジティブなメッセージを届けました。SNS 上では、彼らの写真が瞬く間に拡散され、世界中のファンから賞賛の声が上がりました。その魅力的な姿は、 なるファッションや音楽の枠を超えて、人々の心に感動を与えました。また、ファン同士の交流も盛んに行われ、彼らの共演に対する期待や興奮が高まっています。このイベントでは、デュアリパと平野紫耀が並んで立つ姿が、美しさと魅力に満ちていました。彼らの共演は、音楽とエンターテインメントの世界で新たな可能性を開くことが期待されており、ファンは彼らがいつか共演する日を楽しみにしています。 デュアリパとヒラノ仕様の共演は単なるエンターテイメント以上のものです。それは異なる文化や背景を持つ人々を結びつけ、新たな可能性や夢を与えるものです。彼らの存在は世界中のファンに勇気や希望を与え、未来への期待を高めるきっかけとなりました。この特別な瞬間を共有してくれた YSL ビューティーのイベントは世界中のファンにとって夢のような体験でした。 デュアリパとヒラノ仕様が同じ舞台に立つことで、異なる文化や背景を持つ人々が一つになる、新たな可能性を示しています。このような素晴らしい出来事は、単に写真を通じて見るだけでなく、音楽や芸術の力でつながり、世界をより美しい場所にしていくことを証明しています。これからも、デュアリパとヒラノ仕様の活躍に期待し、彼らが新たな驚きと感動を提供してくれることを楽しみにしています。今後も、 彼らの活動に注目が集まることは間違いありません。ファッションと音楽の融合が生み出す新たな文化の潮流に、彼らが果たす役割はますます大きくなることでしょう。彼らの成功とともに、世界中のファンの心には彼らの輝きが永遠に続くことでしょう。